今回ですけれどもトップバリューのですねコクとキレの醤油ヌードル食べてみようかなと思います前回シーフードヌードル食べてみたんですけれどもそれが美味しかったのでこの醤油ヌードルも美味しいんじゃないかなということで試しに購入してみましたニュー麺が美味しく生まれ変わったということで麺のですね方が美味しくなっているようです で麺は油揚げ麺になっていて、えー、と全体で内容量 78g そして麺が 65g というふうになってますまあこちらの方にもですね 78g の麺 65g というふう風に書いていてこんな感じの醤油ラーメンのようですでカップ プの中ですけどもこのような感じでエビ、卵、ネギ、肉っていう感じなんですけども具材がこんな風にたっぷり入ってる印象ですねかなり多いと思いますうんで麺の感じはこういう具合で中に調味料とか上の蓋のところに調味料はありませんこういう感じですこのような感じで出来上がりましたやっぱり具材がですね結構豊富にあるのが印象的でした こんな感じでたっっぷり入ってます、うん、このサイズ感のカップ麺の中ではやっぱり麺の量が多くていいなっていうそういう印象ですねそれでは少し食べてみようと思います ええと、今、少し食べてみましたけども、麺はこの細麺の感じで、あのよくあるカップヌードルとかのような感じの麺で、つるっとしていて、こう、スルスルっと入ってきて美味しいです。で、醤油スープですけれども、こんな感じですごい濃いっていう感じではなくて、コクのある醤油味。で、醤油の風味も結構キリッとしているような雰囲気あるんですけれども、やっぱり豚の肉とかも入っていて、豚鶏のこのスープ、 のコクがマイルドにしていていですね醤油そこに醤油のキリッとした感じも両方味わえて美味しいなっていう感じですで少しあのスパイシーな胡椒とかの感じでしょうかスパイシーな感じもちょっとあってですね美味しいスープになってますはい値段も確か12030円ぐらいでリーズナブルなのでで麺もたっぷりこのサイズ感のカップ麺にしてはたっぷり入っているので いいんではないでしょうか味も美味しかったですはいこんな感じですね、えー、と最後にですね具材の方さっき言い忘れてたと思うので、えー、と具材卵をですねふんわりしていて美味しかったですで、お肉もお肉とがエビなんですけれどもこの手のカップ麺だと結構あの匂いが強くてそんなに美味しくないなっていうのもあると思うんですけれどもこれはですねそんなに匂いもあの特にエビなんかはきつくないので 思ったより最初結構入ってたんでその辺ですね気になってたんですけれども匂いもそんなにきつくなくて美味しかったです。うん、でお肉もあの味付け結構しっかりしてるのでその味がスープにあってですねこうちょっとスパイシーな感じになって美味しいんではい良かったです。